幼稚園の時にあの好奇心みたいなのが爆発してて、特に女の子にだったんですけど、カーテンに女の子一人閉じ込めて、なんか覆いかぶさってタコ人間のように足に吸い付いて、坊主だったし、小学校に上がってこう髪も伸ばし始めて、幼稚園の頃とは全く違う小学校時代、中学に入るとその幼稚園ので一緒だった子たちがもうなだれ込んできて、あのヤバいやつ来るらしいよみたいな、女の子と歩いててこうバッて出くわそうもんなら向こう向いてどっか行っちゃうみたいな、それでどんどん女の子と喋れなくなっちゃって、もう幼稚園の頃性欲爆発させすぎて天罰じゃないですけど、その後女の子とのそういう思い出がほとんどなかったんですけど。